はい、東京 YouTube 整体の平野です。12月からですね、皮下脂肪、脂肪に対して、コントロールをかけることをね、始めて、いろいろ分かってきた点の中で、関節にたまるですね、例えば肘、膝の関節にちょっとこう触ってもらうとね、やはり皮下脂肪がね、のよんってこうついてる。で、ここを変えることによって、腕の軽さだとか、膝の軽さ、足の軽さが出てくるというケースが、たくさん出てきたので、そういったところに溜まっている脂肪がなかなか取れない、運動しても、節制しても、取れない場合ですね、一度その皮下脂肪を、いらなくする状態、守るためにあるとしたら、それをいらなくなる軸を作ったり靭帯を締めたり、そうすることによっていらないんだけども、今度は、その後にですね、脳からの指令がここにうまく伝わっていない、その皮下脂肪があるのに皮下脂肪を認識していない、そのために、この脂肪をいくら取ろうと思っても取れない、ブヨブヨのね、まま残ってしまっている。で、これがまた筋肉の動きを邪魔をしている、そういう、理論にたどり着きました。ですからやることはですね、軸を作ったり靭帯を締めたりした後にですね、このいらなくなった皮下脂肪にちゃんと脳にそれを伝えてあげる、あるのにないと思っちゃう、思い込んでしまっているので、それをあると、認識させる。脳は高性能だけども、騙されやすい性質がどうもあるみたいです。そんな、変わったね、生態をしています。東京大阪でね、もう出張でやっています。愛知県蒲郡市というところが本院です。よろしくお願いいたします。